こんにちは、寿司の子です。さあ、ポケモン情報局からですね、サンドウィッチチャレンジということで、なんか不思議な贈り物がね、ランダムで届くらしい。10種類の中からランダムで届く。で、毎日行われるらしいので、食材欲しい人はですね、絶対にやってみてくださいということで、どうやってやるのかというと、ポケポータルからですね、不思議な贈り物、合言葉で受け取る。これみんなね、同じで、1日目、昨日発表されたんですけど、12日に12月18日までにね、受け取れるので、結構これまとめて、受け取ることもできると思います。だから明日になったら19日ってことなのかな。で、合言葉はね、トマトスライスですね。トマトスライスだけど、O とかは使えないので0です。スライスの愛が1ですね。はい、トマトスライス、さあもらえるでしょうか。おー、来ました、サンドイッチ即材プレゼント。さあ、僕は何が、10種類の中何がもらえるんでしょう。どんなものでしょうかね。中にはスペシャルセットもという風に書いてあるので、もしかしたら大当たりがあるのかもしれません。みんなは何が当たりましたか。僕はどうだ、なんだろう、焼きベーコン、レタス、トマトスライス。本当にトマトスライスを受け取ったわ。あのスペシャルって何なんでしょうね。秘伝スパイスとか入ってんのかな。やったぜ。これで、サンドイッチいっぱい作ってねっていうことなんですけど、僕もですね、ようやく、星6レイドをね、いっぱいやりまして、秘伝スパイスが、揃ったので、レシピが多分もらえるはずです。これですね、サンドイッチ屋さんのこっち。君が持っているそれは秘伝のなんとかじゃないか。うーあー、頭の中にレシピが浮かんでくる。ここのね、サンドイッチ屋さんのおじさんに話しかけて、最初は結構簡単にもらえるんだけど、この秘伝スパイス全種セットを揃えないと次のねレシピもらえないということで、僕はようやくマスターレベルのサンドイッチ作れるようになりました。凄まじいレシピを生み出してしまった。まさに至高のサンドイッチだ。やりました。さて、次は学校のやつですね。学校のやつも確か秘伝甘スパイスが、を見せてほしいって言われてた気がするので、こちらも行きましょう。今日からね、毎日あの合言葉来るらしいので、皆さん忘れずにねやってください。猶予が5日間あるのかな。5日間6日間ぐらいあるのかもしれないね。だから6日目に一気に入れるっていうのもありだと思う。さて、ようやく終わるぜ、これが。ようやく終わることができる。これで全部の学校のやつは終わりですかね。ほい、甘スパイス持ってきましたよ。どうだろうか。はい、あげます。すごい、ようやく1個手に入れた。本当にめちゃめちゃ星のグレードやったのに。早速調理させてもらおう。美味しそうな匂い。甘い。生よ、甘すぎるよ。まるで甘い蜜を100倍ほど甘くしたような。何食べてるの。うお、すっごく甘い匂い。笑顔で食べてたし。違う、これには訳が。甘いの好きなんだ。ギャップでいいね。え、ギャップでいいね。辛いの無理やり食べようとしてたんですよ、この先生。これまでの人生を期待されるイメージを崩さぬよう努力してきたが、そのような考えもあるのだな。さて、甘スパイスのシャレだ。何もらえる。ヤドンカップ。何、ヤドンカップって。ポケモン好きのためのカップ。子供が飲み物を好き嫌いせず飲んでくれるので、親御さんも大助かり。甘美な体験ができた。我が輩の狭い世界が少し広がったような気さえする。君にたらふくの感謝を贈ろう。絆芽生えました。ということで、学校関係のイベントはこれで全部終わりですかね。じゃあ最後に、ピクニックやって終わりましょうか。全部終わったね。 OK、 よし、ピクニックしよう。ああわちゃわちゃすごい。ヤドンカップって何なんだ。あ、これか。模様替えでヤドンカップにできるってことね。ヤドンカップにかーい、やった。
ヤドンカップになります。あ、本当にヤドンだこれ。これと秘伝甘いスパイス交換か、ちょっと嫌だったな。秘伝甘スパイスレアなのに。じゃあ料理しますか。どんなレシピが手に入ったんだろう。あ、すごい。あ、こういうのはレシピ解説を見る。へえ、レジェンド苦味。あ、持ってないから作れないけど、これレシピとしてあるってことね。で、これが作れるやつか。すごいすごい。レベル2マスタータワーサンド、すっげえ、めちゃくちゃ食材いるじゃん。ちなみに僕ピクニック全然まだまだやっておりません。じゃあ今日もらった、トマトスライスの食材で BLT サンド作りますか。赤い旗ピック全然僕食材買ってないから、今回のキャンペーンでいっぱい欲しいですね、食材を。食材たんまり頼む。よーし、まずは、まあ、レタスですよね。下側にレタスを配置して、よし、なんか大丈夫ピカピカなってるけど。で、すげえ角煮みたいな焼きベーコンだな。もう角煮じゃんこれ。ほい、トマトは誰か1個ない、ごめんね。よし、おお、いい感じ、うまそうだぜ。そしてあら、完璧じゃん、BLT サンドだぜ。できました、美味しくできました。あれ、そういやソース塗ったっけ。どう。あれ下手にやるとボロボロ落ちちゃうんだよねこれね。この演出がまた。うまい。あの顔の種類いっぱいあるんだけど、マジで。星さんのオリジナルサンドが出来上がりましたね。レイドパワー草だから、草レイドをやりたいな。うん、みんな喜んでくれましたか。うん、セグレイブだったっけこれ。おい、あら、そんなに、そんなに、あの硬いお肌近づけ、あー、顔が顔が。あら、洗いますか。セグレイブちゃんありがとうね、いつも。あら、メリ、あれメリープじゃねえ、なんだったっけ、メリープの進化後だね、電流の前の。はい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 。喜んでますか。うん、ピカピカだね。はい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 、はい、洗いました、洗い洗いしましたよ。踊った。踊った踊った。そしてあのコライドンちゃんね、凍ってない、大丈夫。おい、ちょ、凍ってんじゃねえかこっち。大丈夫か、凍った。ねえ、凍ったの、大丈夫。ああ、雪でね。ああ、すごいすごいすごい、雪が霜が降っちゃったのかな体にね。ああ、泡だらけ。うん、かわいいね、泡だらけで。はい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 、洗い洗いしましょうね、洗い洗いですよ。すっげえ真っ白になって、あの雪の中かけてたからだな多分。よかったね。よし、あー、もう寝ちゃったからいいか君は。ああ、マスカーニャも、マスカーニャもすごい寝方してる、こんな寒いのに。おい、寝たら死ぬぞ。こんなとこで寝たら死ぬぞ。プロロンは大丈夫だね。ああ、昨日がさ、みんな寝ちゃったよ、この寒い中。寒い中寝ちゃいました。パモットもパーモットだけ、パーモットも寝ちゃった。はい、ということで、毎日ですね、これから贈り物でね、食材が来るみたいなので、皆さん絶対に逃さずにゲットしちゃってください。ということで、よかったらまた次も見てください。それではツチノコでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。
ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。